LX600 でかくねえかこれ。まさにフランスツインターボだから加速がいい大きさを感じさせないぐらい軽く曲がっていってくれる感じ。これは高いでしょ。はい、皆さんごきげんよう、シゲガレージです。見てくださいよ、Lマークレクサス新型 LX600 でかくねえかこれ。買ったんですか？また買ったんですか車？これはそうですね、大事なことを言い忘れてました。本当にありがたいことにレクサスさんから新型 LX600 お借りしてシゲガレージにやってきています。レクサスさんの ご好意でお借りしてますということで、今日は愛車紹介っていうよりかはその LX レビューっていうのかな、レビュー、うん、見させていただこうと思います。なので紹介していきます。シゲガレ、はい、レクサスの新型 LX600。 この新型 LX600 はグレードが3つありまして、エグゼクティブ、ノーマルグレード、オフロードとあって、エグゼクティブは1800万ぐらい約で、ノーマルグレードだと1250万ぐらい約ね、でオフロードだと約1300万しますと。この車両はノーマルグレードです。 X600、 はい、見てくださいよこの圧倒的なグリル、かっこいいね。あとどうですかこのヘッドライト。ヘッドライトは3連プロジェクターでレクサスの L ラインがこれね入ってて、いいね。ちょっともう気になるところばっかりなんで、どんどん行きましょうか。ホイールはこんな感じです。純正で20インチ入ってるね。タイヤは265の55。このサイズ感がこの感じに似合うっていうのはね、なかなかのサイズ感だと思うよ。でキャリパーは黒でね、レクサスのロゴが入ってますと。せっかくここに来たんで、気になってる方はいると思うんだけど、すごいね。ランクル？ランドクルーザーとか LX って盗難の被害がかなり多いっていうのをニュースで見たことはある人はいると思うんですけど、ただこの新型 LX はその辺の対策もバッチリということで、キャンインベーダー、キャン信号っていうのが流れてるんだって車内にね、配線とかで。でその配線とかが前のランドクルーザーとか LX とかだと、この辺からなんかこの辺ガバッと開けてこうアクセスできて盗まれちゃうんだって。それでそうなんか車が動いちゃうんだって。だけどその辺の対策も今回の新型 LX に関してはキャンインベーダーへの対策はバッチリという。あれだっけ、なんか指紋かなんか。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。ちょっとはい、ここに指紋認証があって、登録すると指紋じゃないともうエンジンがかからないっていう設定になってます。だからたとえドアが開いてしまってもエンジンかからないから持っていけない。あ、そうなんだ。キー持ってても登録されてる指紋じゃないとエンジンがつかないんだ。そうらしい。で、あと盗難対策の実験というか、一回バッテリー取ってみたんです。マイナス外してみて、この車で。この車で、でマイナス外してもう一回つけてさあエンジンかけようと思って、かかんなかった。え、なんでってなって、したらキーがここに近づいてないとエンジンかかんなかったの。エンジンルームの付近でごちゃごちゃやってもキー持ってないとエンジンがかかんないっていう。そうなんだ。そういう対策まで取られてるからもうバッチリですね今回の LX に関しては。だいたいさ、そのキーレスエントリーってさ、まあブレーキ踏んでこれでエンジンかかっちゃうじゃん、うん、キーを近づけてからそれを車が認識して押すと。そしてさらに指紋登録してれば、指紋でやらなければ動かないと。いや LX 欲しいんだけどな、盗まれちゃうからなっていうので諦めてた方も、これは買いでしょ。でちょっと見てほしいんだけど、
まずね、一枚ドアになりました。今まではこういう感じだったと思うんだよ。でここになんかこう座れるみたいな感じだったと思うんだけど、今回はダンパーがかなり強化されて一枚ドアが実現されたという形になってます。かなり重いからダンパーの問題で1枚っていうのは難しかったらしいんだけど、今回に関しては改良されて1枚ドアが実現されましたと。他の車で見たことがないくらいね。見るからに強いもんね。見てほしい、これ見てほしい、これすごいんだから。なんかボタンあるじゃん。いきますよ。フルフラットボタンで自動書くの、うん、自動で。そう、ただ倒れてるだけだと思うじゃん。違うから。違うんすか。違うんすよ。どう違うんすか。ちょ、見てほしいんだけどこれ本当に。いくよ。キュッて入ってきました。こうなってるでしょ。まさにトランスフォームだよ。だいたいもうこうじゃん。こうのこうか、こうのこうやってだいたいこの辺に引っ掛けるじゃん。これはね、素晴らしいですね。ちょっと3列目どんな感じか乗ってみようか。あ、ヘッドレストこうなんだ。こういう感じだね。普段はまあトランクとして使って、必要性のある時に3列目出してっていう感じになるのかな、こういう感じだと。他の車に比べると圧迫感全然違うね。ないね。ないよ。ないない。全然 広いよね。ただちょっと足はこういう感じ、掘りごたつのようにはなってない。あ、でも3列目にもちゃんとタイプ C のがついてる。3列目も快適にという、こんな感じだね。まあ広いね。僕172cm なんですけど、だいたいそのくらいのイメージしてもらえると広々と使えますね。でここほら、こっちにもタイプ C あって HDMI あって、イヤホンもさせんのかな。いや、モニターは何ですか。あ、これはなんかオプションでモニターついてる。オプションだって。そういえばこれ、映った今、イージークローザー付きです。閉まりましたね。閉まりましたよ。これやんなくても、はい、すげえ。運転席かなり高級な感じですよ。本当にレザーだね。これもう完全に全部レザーで、パネルもウッド調、ウッド調っていうかウッドが、これここに置くだけ充電。エンジンかけます。やっぱり自動でポジショニング取ってくれるんだね。高級車の証、ここナビなのはまあわかるじゃんね。ここにもパネルあんのよ。エアコンとかのいろいろ操作できるやつなんだけど、スピードメーターももう液晶パネルなんで。そうそう、最近の車はそうなのかもしれないんですけど、ちょっとわかんないんですけど、走っててびっくりしたのが、緊急車両が近づいた時にピーピーって言って、ここに緊急車両っていう表示が出る。すごっ。教えてくれる。感知してるの。そう、サイレンとかに何でもアシストしてくれる感じはすごく安心感につながると思う、うん。あとはオフロードに特化したモード設定とか、あ、なんか車高が上がるのかな。え、上がってない。ステップの上がってない。え、マジ。ほらこれ下がる。本当だ、下がってる。ほら下がってるでしょ。すげえ。おお。 V6 のツインターボなんですけど、走った感じかなり速い。速い、速い、加速がすごい。だから高速とかで、え、もう80キロ出てんのみたいな。あ、そうなんだ。感じ。遮音性とか、まあもちろん足の安定性とかもあるんだろうけど、すごいなんかこう守られてる空間で走ってる感じがする。じゃあこの類の車を買うときはこの車っていうことになります。そうですか。なんか案件みたいで嫌なんだけど。でも実際そうだね。嘘じゃないです。
このサイズ感だとしたらやっぱ新型 LX ね、がいいと思う。そのうちお願いします。ちょっと撮影で使うようで頑張ります。お願いします。実際ね、ちょっと走ってみましょうか。お願いします。はい、レッツゴー。しげがれ。この車の走りについてお話ししていきたいと思います。新型 LX、 大きく改善点が2つあって、まずステアリングが今までは油圧式のパワーステだったのが電子制御になってかなり軽くなってるみたいです。実際乗った感じ、こんな大きな車なのにその大きさを感じさせないぐらい軽く曲がっていってくれる感じは実際ありますね。あともう一つブレーキなんですけど、今までの LX はちょっとこうしっかりと踏み込んでいかないと、まあ、トルクもあって車重もあってっていう車なので、ちょっとギギギってこう引っ張っていってしまうような感じのブレーキだったみたいなんですけど、今までの LX 乗ったことないんでちょっと僕自体わからないんですけど、そんな感じだったみたいで、でも今回の LX に関してはちょっと踏めばブレーキもちゃんと効いて、でしっかり踏み込めばしっかりと制動してくれるっていうブレーキになってるみたいです。まあそれは今までは V8 エンジンだったのが今回は V6 になってて、で他の部分でもいろんな軽量化に取り組んで200-300キロぐらい軽くなってるのかな、そういうのもあってしっかりと止まってくれるようになっているみたいですよ。実際乗ってて心配になるような感じは全くないですね。今2つこの大きな改善点を言ったんですけど、 LX ってレクサスの車両の中でちょっと特別な枠だったみたいで、 LX のあの乗り味が好きだった方、ステアリングが重くてブレーキもちょっとねこう大変なんだよねってこう笑って言ってしまうような LX が大好きな方からすると、ちょっといい意味で裏切られたような乗り味になってるようです。っていうのは特別枠だったあの大変な LX が上質な車になったからっていう感じですね。 SUV 系の延長線上にちゃんといるっていう乗り心地になってるようです。上質な仕上がりになったって言ったんですけど、じゃあオフロード性能はどうなのかって気になる方いらっしゃると思うんですけど、性能が落ちたっていうことは決してないみたいで、今までの LX だとあのアクロすごい斜面のところとか段差を乗り越えていくような時にいろんな機械の作動音がウィーンとかグググとかギギとか言ってたと思うんですけど、まあオフロードを経験された方は分かると思うんですけど、それがしっかりとねこう機械が機能してて乗り越えていけるんだみたいな安心感につながるような音だったと思うんですけど、でも今回の LX からかなり軽減されているみたいで、まあそれもさっき言ったみたいな上質さにつながると思うんですけど、ただ性能的には決して悪くなってるとかいうことはないみたいなので、オフロードを楽しみたい方もご安心くださいということです。あと乗ってて思うのはツインターボだからすごい加速がいい。これなら合流とかも全然全く気になんないですね。苦なく行きますね。この車乗って一番感じたのそれかな。まあもうちょっと僕自身ドライブしてこの LX 楽しんでいきたいと思います。はい、戻ってきましたよ。いや、どうですかこれ。いや、もうこれがレクサスのフラッグシップかという感じです。かなり今街でね、実際にこう手元に届くのが難しい車両ではあるんですけど、この車両に関しては乗ればわかるええやつやんっていう、素人ではなくてプロの方にちゃんとお聞きしていただくのが一番だと思いますけども、ここどうなのとか気になるところがあればコメント欄にコメントしていただければと思います。この動画で力になれれば幸いです。今回は新型 LX600 ご紹介させていただきました。少しでもレクサス LX600 興味持った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
それでは皆さん、次もお楽しみに。ごきげんよう。With frogs, cold night and the winter heart cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes.